はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回ですね、コメント欄で、天元と、善逸のコース、すごい好評ありがとうございました。思った以上に良かったです。皆さんに、怒られないというか、まあ、いいコースと言ってもらって嬉しかったんですけど、今回ですね、そちらのコメント欄で、鬼滅の刃のルイのコースを作ってみたので、ぜひぜひやってみてくださいっていうコメントがありまして、もう即、見させていただきました。見させていただいたというか、ID 今打ち込ませていただいて、今に至ります。ルイとの戦い。絵が下手なところはこれそんなことないです。はい。鬼滅の刃のルイとの戦いの再現です。結構難しいです。結構難しい。あー、でも確かにクリア率 2.66%。いや、怖いのがさ、二人なんだよね、クリア者がね。まあ、挑戦した人は確かに12人なんだけど、75回ってことは結構やられてるんで、しかも諦めてるってことだから、それが怖いかな。で、この方はなんか他にもね、鬼滅の刃のコースを作ってるので、まぁ、ちょっと、おいおい、ちょいちょい動画にしていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、まず、ルイ、戦おうか。ベストタイム22秒。そんな長くはないっていう感じかな。まぁ、ルイといえば、雲の巣みたいな感じかな。ルイとの戦いってことは、あれだよね、初めて日の神、カグラを使った時だよね。ブラックパックン行ったよ、倒す。うわー、なるほど。ああ、うわっ、ちょっと待って、そういうことがすごっ。バーホーン、これやばい、大丈夫。あう、あ、これ雲、これ雲の糸を表現してるってことだよね。すごい。うわ、これすごいわ。あん、これ絶対食らうんだけど、どうしよう。これなしでもいけるパターンだったらいいんだっけ。残念、ここバネ使いなさい。ちょっと集中しないといけないかもしれない。ちょっとでも前。いける。よし。よし、来た。で、あーお、よし、来た。来た。来たけど、来たよ、来たよ、来たよ。オッケー、オッケー。すごいわ、これ。三田好きの、なんだ、これ倒せばいいんだよね。倒せばいいんだよね。あー、すごい。これすごいわ。確かにルイだ。クモの巣が迫ってくるってことで、避けて、最後、今多分さ、あれ、今の文字さ、ちょっと待って、絶対あれだって、ちょっと見よう。全体図、いいね。多分全体図見たら、なんか言葉なんだよ。ちょっと待って、もう一回やるか？ちょっと待って、多分、待ってね。詳しく見る。あれなんだよ、多分ね、切りかかってる時の言葉じゃないかな。避けて最後に、見えた。あー、見えた、好きな、最後に、炎、その時に、日の神神楽出るんだっけ、確か。あんまりちょっと、なるほど。これさ、今、わかるかな？トゲトゲいるじゃないですか。それが多分、日の神神楽で燃えたやつのことじゃない？これ。ポーって燃えて、で、切ったっていうことじゃん。すーごい！よっ、うわぁ！もう、これはもう拍手、もう、これはちょっと制作者さんに皆さんぜひ、もう拍手を。僕に高評価はいらないので、制作者さんに拍手をしてくださればいいです。はい。ありがとうございました。やっぱこれ感動する。すげえ！ちょっと、とても難しい。行くかい？そろそろ。そろそろ、なんか、1% 台、2% 台卒業していきたいって思ってるので、そろそろ 0% 台をちょっとアベレージにしていきたいなって思ってる自分がいるんですよ。なので、行ってみようか。怖いなぁ。全部やばいよね、多分。おそらく全部やばいと思うんで。じゃあ、まずこれ行こうか。1.13%。でもベストタイム8秒だから、一発がやばいっていうか、一発一発が多分厳しいんじゃないのかなっていうコース。まあでもね、とても難しいになると、本当にね、難しくなるから一気に。同じクリア率でも全然違うみたいな。なんて言えばいいんだろうね。オッケー。えい！え！今当たるの？飛びますええー！ここですね。行きますね。ここですね。OK ですね。お邪魔しますね。で、右。わお。わお。嘘。おー、なるほど。かなりシビアだね。来た！これ、ドッスンさんがさ、飛ぶ瞬間に揺れるんだよね。これが厄介。これ、来た！やったーよー！母さん！来た！よーし！ほー！
とてもクリア、まず一発目クリア。あの日を追いかけて、クリア率 1.96% ですね。あの難しいのね、 1.6 なんと、とても難しいの 1. 何はなんかね、差がある気がするんだけど、でも今チャレンジが 5人だったんですよ。まあその分プレイ回数は多かったみたいなんですけど、だからそんなもしかしたら難しくないのかもしれない。ん？これはなんぞや。え？特に関係ないよね。これはちょっと今回慎重にいっちゃおうか、トライアングルさん。いや、それはトライアングルさんではないということで進ませていただこう。助けてください。助けてください。助けてください。もう終わりだ。いや、終わりじゃない。終わるな。トライアングルさん終わるな。まだ終わりじゃない。大丈夫だ。お前はまだ生きる。そう、生きていいんですか？もちろんです。お前は生きていい人間ではありません！いや、大丈夫。これがあれば、僕には。大丈夫だ。まだ大きいマリオのままだ。これだったらゴリ押しができる。そう、トライアングルさんの得意技、ゴリ押しというものがあるのでござるよ。よし、行け。大丈夫。採用。マジで君を倒さないといけない。ゴリ押しできないスタイル。なるほど。わかった。やってやろうじゃないか。さあ、来いよ。無理だ。助けてください。お願い。助けて。助けて。助けて。やだ。やだ。やだ。終わりたくない。ママ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 なんで当たった？おかしくね？いやー。よし、来た。よし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 。無ダメージ。ノーダメージで来たぞ。ちょっとテンパりすぎて。バカ！あんたバカ！本当にバカ。ワオワオワオ！当たるんだよなぁ。本当にまずは貴様からだ。いやーん。すげえ、大丈夫だ。まだだ。まだ、まだ諦めるには程遠いと前からさ。大丈夫。飛べ！よし、いいぞ。さあ一発、あと一発。助けて、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 いやー！よし。これ無理だな。一回食らうか。仕方ない。一回食らって。なんかちょっと待って、向こうでポリジャポリジャ遊んでんだけど。ちょっと。よし！オッケー！で、こっからよ、まだよ、まだあるよ。こっから。キュアパス！はい！とかデカマリオで行きたい。デカマリオで行きたい！いや、どこにある？どこにある？どこだ？どこだ？どこ、どこ？いや、無理だよ！無理だ！は？ちょっと。それでしょ。いや、ちょっと待ってよ。待って、違うよね。ちょっと待って、頼む。こいつは倒すわ。こいつは倒すわ。大丈夫でしょうか。頼む。危ない！一発！あと次は、もう終わる。終わりにして、頼む。でっかっきんなっかー！ふみ！はー！大丈夫、まだ、でっかっきの粉だけまだいいよーん！大丈夫。デカキノコだ。デカキノコが絶対必要とかじゃないよね。あ、ゼルダだ、やったゼルダ。ゴマダレ。で、はい、入ります。入らせていただき。ゴールだー、やったー。難しかった。でもね、やっぱりこれからとても難しいでやろう。楽しい。これにしよう。これだ。じゃあ最後にこちら。ポケモンハートゴールド、ソウルシルバーのレッド戦。いやー、これね、僕、ポケモンハートゴールド、ソウルシルバー、僕の世代では、いや、あるな。あるにはある。あるんだけど、これでも僕中学校とか高校だったかな。その時にもう、もちろん全クリアしたんだけど、その頃の、なんだろう、記憶を呼び戻してくれそうなので、ちょっとやってみたいと思います。いや、もう神曲ですよ。まず、レッド戦ってだけで、神曲なんだけどね。要は隠れキャラみたいな感じでレッドがいるんですよね。全員、四天王とかすべてやって、さらになんか条件あったのかな？それやった時に、レッドと戦えて、このゲーム最強の、80何レベルのピカチュウかなんかとか出してきた覚えがあるんですけど。行きましょうか。じゃあ最後に、こちら聞いて終わりたいと思います。じゃあ、ここまでのご視聴ありがとうございました。それでは、黙ります。これは、あれなのかな？完全全自動なのか、それか歩くのか。あ、でもオートスクロールって書いてあるから、黙ります。
加藤純一さん、生放送同時視聴回数11万6000人おめでとうございます。